第二次世界大戦太平洋戦争日本本土の戦い日本本土空襲水島空襲空襲後の水島水島空襲は第二次世界大戦末期の1945年6月22日早朝に岡山県浅口郡貫島町小島郡福田村臨海部に対してアメリカ軍の爆撃機ボーイング B29 によって行われた空襲 1945年6月22日、岡山県浅口郡津良島町と小島郡福田村に、所在していた三菱重工業水島航空機製作所は、グアム島より飛び立ったアメリカ軍の爆撃機 B29-110 機により、爆撃を受けた。登壇時刻は午前8時36分。記録によると、1時間足らずで、計603トンの爆弾を投下した。 この爆撃で、水島航空機製作所は、工場の建物10棟が、全壊、18棟が半壊、製造中の航空機数10機が破壊され、使用工場は全壊という壊滅状態に追い込まれた。当時の水島航空機製作所では、日本海軍の一式立港や、資伝改めを生産しており、米軍が日本の軍需産業を破壊する目的で行った、空襲であった。 空襲時は休日であったため犠牲者は少なかったとされるが死者11人、重軽傷者46人を出し、工場の外でも農作業中に爆弾や高射砲弾の破片で死傷した民間人もいた。倉敷市福田町古神殿の水島緑地福田公園には1990年に平和の鐘が設置された。これは百八十六年九月十八日に 倉敷市が平和都市宣言をしたことにちなんで設置されたものであり、水島空襲が始まった6月22日午前8時36分に市民が平和を祈って鐘を打ち鳴らす。ありがとうございます。